はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アーテムです。さあ本日なんですが、ブラックマジシャンデッキをですね、組んできました。マスターデュエル版超かっこいいデッキになったのでご紹介していこうかなと思っております。ですね、先に断っておくんですが、私完全にカジュアル勢とエンジョイ勢となってまして、手札誘発とかをバンバンそのぶん投げて、もうガチガチにプラチナランク1目指すみたいな、そういうチャンネルじゃないですよ。結構もうルーム戦とかね、幹部会っていう、まあ、メンバーシップやってるんですけど、メンバーシップで の、まあ、そのルーム戦とか、あとまあゴールドランク帯くらいでその自分の、まあ、好きなデッキを回すようなチャンネルになってますんで、まあ、ガチガチの対戦が見たい方というのはちょっと合わないかもしれないなというのはちょっと先に、謝っておきます。で、今日のデッキなんですが、世界一かっこいいブラックマジシャンデッキかっこ自称を組んできました。まず枚数をね、説明していきましょう。ブラマジさん、ソウルズさん、ロットさん、でガール1、ね、見習い魔導士が3、マハド1でナイフ1、ブラックマジックが3、ティマイオスのマナコ狂気の3枚、で指定の絆1、融合破棄が2、金満で謙虚な壺が3、マジシャンサルベーションが3でジンが3、切れ探し闇が1、バニブラックバニーマジックが1、イリジョンマジックが1、魂の下部が3、クロマイトの引きが1、魂が3となってまして、メインデッキは以上で、エクストラデッキ竜騎士ブラックマジシャンガール、それから、ブラックパラディンで、ブラックマジシャン竜騎士の方が2枚でキャバリーが1で、超魔導士ブラックマジシャンズ過去並んだだけ融合が1、フォトンストリックバウンサーが1、希望ビヨンドザホープが1、はい、この辺は何で入ってるかっていうと、幻想の乱れ魔導士が入ってますね、はい、で、ビッグアイが1で、幻想の黒魔導士が1、イムドゥーク1、ミナレマチョが1、新生魔皇后セレーネが1、アストラムが1、アクセスコードトーカーが1という感じになってます。まあ、一応ね、この辺のリンクモンスターも強いんで出してはいくかもしれないですけど、あまりここ使わいたくなくて、基本的にはこの竜騎士ブラックマジシャンとか、ブラックマジシャンズとかで攻めていくみたいな感じのデッキになってます。で、メインギミックはまあ、どういう風に動かしていくかっていうと、とにかくこのロットとソウルズを、まあ、手札に引き込んで、まあ、魔導陣と永遠の魂をセットして戦っていくみたいな感じですね。基本的にはあんまりね、このデュエルリンクスとかともね変わんなくて、とりあえずね、陣とね魂をセット、そのセットで、発動して、で陣で相手のモンスターを除去とかしながら、まあ、ソウルズとか、ロットの効果で、まあ、好きなカードを例えばね指定の絆を持ってきたりとかして、まあ、戦っていくみたいな感じの動きになりますね。でかなりロマンに寄せてるんですよ。かなりロマン構築に寄せてますんで、ティマイオスのマナコが3枚積んでたりとか、まあ、あれですよね、この辺の融合モンスターたちを出していくためにこういうカードが3枚積んでたりとかしてあるので、まあそこそこ事故なんですけどまあでも事故んない方だとは思う。ブラックマジシャンデッキの中では、なんでかっていうと手札誘発とかも全部抜いてるんですよ。墓穴の指名者とかも抜いてるし、ウララとか増字とかも全部抜いてるんで、自分のメインギミックだけなんですよこのデッキ。なんで、まあ、妨害があんまされなければ結構回せるかなっていう、あと先行取れればっていう感じですね。やっぱブラックマジシャンデッキっていうのはかなりコンボデッキなので、まあ、どっか止められちゃうと結構辛いっていうのがあるんですよね、どうしても、まあ、ただね、まあ、ゴールド帯くらいであれば結構楽しく、回せるんじゃないかなというデッキになっております。ぜひね、キャラクターっぽいデッキが好きな方は参考にしていただけると嬉しいです。はい、早速対戦やっていきましょう。我が名はアテム、デュエル3倍。さあ、とりあえずね、先行を取っていきたいといったところ。はい、神ゲー先行でいいんですか？マジ？大丈夫か、そんな消極的な。ちなみに、対戦はルーム戦で、ユリの幹部会のメンバーとね、対戦をしておりますっていうのを、まあ、毎回言っとかないとどこ使うか分かんないからな。まあロット、いやこれ先金券か、先金券使って、でエクストラのカードを除外していく。これはまあとりあえず3枚、6枚か、ちょ6枚6枚、いきなり6枚除外するしかねえ。ちょ危ねえこれマジで、このハンド。まあ、マウサ使わないかな、幻想いないし、でここもいらないから、あもう一枚どうしようかな。アストラムとかいらないかな、アストラムとかいらないですね。これでいきましょう。でデッキトップ6枚見たい。いやこれはねこれはまだいいや。6枚見て、あソウルズ来たか、ソウルズ来た、オッケーオッケーオッケー、ソウルズ来たらソウルズかな、さすがに破兵
ブラックマジシャンとでナイフと、さすがにそう、まあ3枚でよかったな。じゃあ3枚でよかったわ、デッキトップ。見てからね、見てからはあの決められないんでね、ちょっと除外してから見るんで、これは順番どうでもいいな、どうせいじるから行使しといて。でですね、とりあえずマジシャンズロットを召喚しましょう。でマジシャンズロットを召喚して、マジシャンズロットの効果を発動。マジシャンズロットの効果によって魔導陣を手札に加えていきたいといったところ、はい、当たり前に魔導陣だこれ、当たり前に魔導陣で、そうですね、魔導陣発動よりも先にとりあえずこっちがいいかな。マジシャンズソウルズ、まあ、どっちでも一緒ですからね、あの先行なんで、相手のカードを除外するカードがないので。ブラックマジシャンを墓地に送りながら、このカードを墓地に送ることによって、墓地のブラックマジシャンかブラックマジシャンガールを特殊召喚するという効果で、モンスターを特殊召喚、もちろんブラックマジシャンを特殊召喚、俺の切り札にして最強のしもべブラックマジシャン。そして手札よりマジックカード魂のしもべを発動。このカードの効果によりデッキトップになんかブラックマジシャン系の魔法トラップカードまたはブラックマジシャン系のモンスターをなんか置くことができるぜ。これによって、いやこれは絆やろ、指定の絆をデッキトップに置くぜ。そして黒の魔導陣を発動。黒の魔導陣の効果によってデッキトップに今置いた指定の絆を回収させてもらうぜ。仕込み、これは完全に仕込みマシンガン。実質タッチ、まあ、こうか。そして手札よりマジックカード指定の絆を発動。指定の絆の効果はフィールド上にブラックマジシャンが存在する場合、デッキよりブラックマジシャンガールを特殊召喚し、ブラックマジシャン系の必殺技カードをセットすることができるぜ。そして手札よりマジックカードティマイオスのマナコを発動。ティマイオスのマナコの効果によりブラックマジシャンまたはブラックマジシャンガールを使い、その融合モンスターをエクストラデッキより融合召喚扱いとして特殊召喚を行う。現れよ龍騎士ブラックマジシャン。こいつの効果はフィード上の魔法トラップカードが全て呼吸と透かする。効果の対象にならず効果では破壊されない。そして謎のカードを1枚セット。これで俺はターンを終了するぜ。これで俺はターンを終了だ。さあお前のターンだ、クロセミかかってこい。ちなみに、ブラックマジシャンが、特殊召喚されると、1枚除外しまして、でブラックマジシャンとブラックマジシャンガール、もともとのカード名がね、ブラックマジシャンガールとブラックマジシャンガールのモンスターがいると、フィールドのカードを全部パスするっていうブラックバーニングマジックっていう最強のカードがセットされてまして、でサイクロンとかは今聞きません。龍騎士ブラックマジシャンの効果により自分のフィード上の魔法トラップカードは全て、呼吸と透かしております。やばい、ギャラクシロじゃまずい。これはちょっとあのインフィニティというやばすぎるモンスターが立つ可能性があるんで、そこだけは注意。はい、ギャラクシソルジャーでギャラクシソルジャーをサーチだろう。いやマジで危ないんですよねこのデッキで。フォトンバニッシャーね、でフォトンバニッシャー特殊召喚に成功した場合、ギャラクシアイズフォトンドラゴンを手札に加えるという効果。 OK 了解、いいだろう。ギャラクシーアイズはちゃんと自分でも組んでるから分かるぜ。ギャラクシーソルジャーの効果、手札から光属性モンスターを墓地に送ることによってこのカードを特殊召喚するという効果で、サーチ効果は一旦自動なんですが特殊召喚は何でもできるっていう話ですね。はい、でレベル5のモンスターが2体並んだ。何が出てくるかによりましょう。ノバ、あ無理無理ここだー。永遠の魂の効果を発動。永遠の魂の効果により俺は手札または墓地よりブラックマジシャン1体を選び特殊召喚を行う。現れよ俺の切り札にして最強の勝負、ブラックマジシャン。ブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果と黒の魔導陣の効果により相手フィード上のカードを1枚選択し、そのカードをゲームから除外してもらう。消えろサイバードラゴンの場。よし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 。そしてまだ俺はブラックバーニングマジックがセットされている。何？フォトンサンクチュアリ。いいだろう、なかなか反応が強いじゃねえか。さあフォトンサンクチュアリの効果により、フォトンサンクチュアリがの、フォトントークンだっけ、フォトントークンが2枚生成されるぜ。そして、一応リンク召喚とかはできますね、これね。ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンのコント出せる。ソルフレア OK。ソルフレアはリンク召喚に成功した場合、墓地のギャラクシー、モンスターを回収することができる。フォトンかギャラクシーを回収することができる。いいだろう。はい。オービタル。何？いいだろう。オービタルはいいだろう。これ、もう装備したところであのぶっ放せばいいんじゃない？装備したところでぶっ放せばいい、多分これ。あ、フォトンオービタル。いいだろう。そこまで許してやるぜ、そこまで許してやる。ここだグレーブラックバーニングマジック、うおー
ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールがフィールド上に存在する場合、相手フィールドのカードを全て破壊することができる。これがブラックバーニングマジックパワーよ。さあ、手札2枚で何ができる、カイトよ。手札2枚で何ができるって聞いてんだよ。強すぎだろ。相手これ何もできんだろ。おい、どうした、何それ耐えてねえのか、それ、そのカード強すぎだろ。それ耐えてねえの、強すぎだろ。フォトントークやばいやばいやばい、え、やばい、待って、ちょ、これやばいこと起きる。フォトンサンクチュアリー、何ができるこれ。あー、それクリアか。まあいいや、それは一旦一度だよな。回収する効果は一旦一度。死者蘇生、なに、なに、貴様なかなかやるな。ギャラクシーアイズだと、まあ、ただし、ブラックマジシャンは何の効果も起きないから、除外されるとかそういうことは起きない。つまり、まあ、まあロットか、まあ、ガールかはやられるかもしれないが、ブラックマジシャンは両方とも除外されることはない。まあ、ブラックマジシャンはやられるかもしれないな。いやでもブラックマジシャンやられたところでそんなに困んねえな。ブラックマジシャンはね、自動的に墓地をくれるんですよ。リンクモンスターがいるんでね。デュエルリンクスと違ってね、OCG ではリンクモンスターっていうのがいるんで、ブラックマジシャンが別になんかそのピエロに残っていても、自分で墓地を送って自分で陣で蘇生、あ、陣じゃねえ、魂で蘇生するっていうことはできる。全く問題はねえ、バトルフェイスいいだろう。ほう、ロット、なるほどな、ロットはいい。どっち殴ってくるんだ、それか、お、それ殴っていいのか、てめえ。永遠の魂の効果知らねえのか。永遠の魂の効果は、おっと、ブラックマジシャンからの打点が上がったぜ。魂の効果は毎ターンブラックマジシャンを蘇生することができる。そして竜騎士ブラックマジシャンの効果により、ジンと魂は今効果で破壊されず効果の対象にならない。ドロー、強い。強くて草、行くぜ。俺は手札よりマジックカードサウザンドライフを発動。フィード上にブラックマジシャンが存在する場合、あちらに竜騎士ブラックマジシャンはブラックマジシャン扱いです。ソルフレアじゃねえかこれ、これ除外してえな。ソルフレアを破壊させてもらうぜ。そして永遠の魂の効果を発動。永遠の魂の効果により手札または墓地よりブラックマジシャンを特殊召喚。現れろ、再び俺の切り札にして最強の証明、ブラックマジシャン。そしてブラックマジシャンが特殊が成功した場合、黒の魔導陣の効果発動。相手フィードのカードを1枚選択し、そのカードをゲームから除外していく。そしてなんだこれ、しもべ、あ、強っ、しもべの方が発動。しもべの効果によりカードを2枚ドローさせてもらうぜ。つえーつっつえー、マジシャンズロット召喚し、マジシャンズロットの効果を発動。マジシャンズロットの効果によりブラックマジシャン、またブラックマジシャン、ブラックマジシャンの名前が記されている魔法トラップカードを1枚手札に加えることができる。速攻魔法、黒魔術の火を手札に加えさせてもらうぜ。行くぜカイト、ザギの用意はできてるか。行け、マジシャンズロットでダイレクトアタック。そしてブラックマジシャンガールでダイレクトアタック、ブラックバーニング、ブラックマジシャン、ブラックマジック、行け、リュクシブラックマジシャン、アルティメット、ブラックマジック、つえー、なんて強いんだこのデッキ、なんて強いんだ。俺の名はアテム、冥界より蘇りし王よ。先行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 、ここはい、負け。負けたかな、負けたかな。ちょっとランク戦に潜ってみてます。ゴールド、まあ、まだ僕ゴールドランクなんですけど、まあ、ゴールドランクくらいでなんか好きなデッキ使ってるのが一番楽しいっていう話をちょっとね、今日はね皆さんに言っておきたい。ちょ、プラチナ行くとマジでガチデッキ超多いっていうね、あのうちのメンバーが言ってたんだけど、なんかほんとガチガチのデッキで誘発バンバン飛んでくるし、なんかやっぱキャラクターごっこというかカジュアルデッキで遊ぶにはゴールドランクが一番なんかちょうど良さそうな気がしますみたいな感じらしいんですよ。まあちょっとまだ僕プラチナランク上がってないんであれですけど、この辺がねなんかね一番楽しくデュエルができるらしいよ。で俺はちょっとゴールドランクでとりあえずね当分は遊んでいこうかなっていう風に思ってるんですけど、はい、オルタガイストか、なるほど、ジョガランナオルタガイスト、何すんだ、強そうだなこいつ、なんだこれ、何すんだ。このカードのリング先のオルタガイストモンスターのもともと攻撃マークする魔法トラップカードの効果を発動して、うわマジ、なんか無効化とか書いてあったやばい。ちょっと、あ、分かった、はい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 、ちょっと待って、何が起きてるか分かんないけど、とりあえずなんか分かんないよ、回収された、あ、はいはいはい。この人はオルターガイソモンスターを一体リリースすると、リンク先のやつをリリースするとその発動を無効にした回数、なるほど、今リンク先ないな、大丈夫だ。このカードがフィールドから墓地を送られた場合にデッキからオルターガイソを手札に変える、 OK、 つまり墓地に送らなければいい、除外すればいい。つまり除外すればいい。黒の魔導陣を発動。黒の魔導陣の効果によりデッキトップ3枚を見てブラックマジシャン、またはブラックマジシャンの名前が記載されている魔法トラップがあればカードを1枚手札に加えることができる。おっと、なんかちょっと強そうだぞ。デッキからカードを手札に加える、もちろん魂の呪文を手札に加えていくぜ。で、まあ順番は正直どうでもいい。そして
切り裂かれし闇を発動。切り裂かれし闇は通常モンスターが特殊召喚成功した場合カードを1枚ドローするという効果 そして通常モンスターまたは通常モンスターを素材にした儀式融合モンスターが戦闘を行う場合なんか相手の打点を吸収するという効果を持っている。そしてマジシャンズソウルズの効果によりブラックマジシャンを墓地に送り、マジシャンズソウルズを墓地に送るという効果を選択。このカードを墓地に送ることによってブラックマジシャンは蘇るぜ。現れろ俺の切り札にして最強の勝負ブラックマジシャン。冥界の扉を突き破り姿を現すがいい。ここだな。ブラックマジシャン。ブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合黒の魔導陣の効果をチェンジ、そして切り裂かれし闇の効果をチェンジで発動。これにより、時なんか無効にするみたいな系のなんか時できるみたいな効果を実質無効化することができる。切り裂かれし闇は破壊されてもいいがお前のモンスターは除外させてもらう。決定的にな。絶対に除外させてもらう。絶対にお前のモンスター除外だ。さあどうする。じゃあオルターガイストの伏せカード全然わかんないんだけどどうしたらいいこれマジでわかんねえ。ガチで何入ってんだろう。なんかわかんないですけどとりあえずなんか通りそうな気がするんですよこれね。フリーチえあ群雄割拠。種族があれだよね。種族がお互いのフィールドにそれぞれ1種類種族のモンスターしかお互い表示するときに大丈夫だ。俺のデッキは魔法使い族デッキ。ほとんど魔法使い族しかいねえぜ。群雄割拠は刺さんねえ。今は多分発動しない方がいいんじゃないかな。群雄割拠だとしたらオルターガイスト、あーなんだっけこれ、あマルチフェイカーはなんか、トラップが発動したら出てこれるやつ。なるほど、はい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 。で特殊召喚成功したらオルターガイストマルチフェイカー以外のオルターガイストモンスターを守備表示で特殊召喚できると。デッキから強えな。やべえ増えてきやがった。まずいな。ちょっと相手さそれ先に打っとくべきじゃない。でもリンク先に出しとくべきでは。もうなんか群雄割拠した上でマルチフェイカーをそのリンク先に出しといて魔法トラップ無効にするべきだったんじゃないの多分ね。プレイング的にはまあいいや。シュルキタス君はなんか強かった気がするな。カード1枚対象としてそのカードを持ち出せ。やばいな。バウンス能力持ってるな。バウンス能力持ってる。まずい。シュルキタスがバウンス能力持っている。非常にまずいぜ。相手フィールドのカード1枚対象としてそのカードを持ち出せ。戻す。オルターガイスト1枚戻して。なるほど。戻して戻す。戻して戻す。やばいな。でもとりあえずちょっと指定の絆打ってみよう。指定の絆発動。指定の絆で通るこれ。ブラックマジシャンが存在する場合、ブラックマジシャンガールを特殊召喚できるぞよ。通るの。ブラックマジシャンが存在する場合、ブラックマジシャンを特殊召喚し、そして、ブラックマジシャン系の必殺技カードをセットすることができるぜ。もちろん俺はブラックマジックをセットさせてもらう。そしてリバースカードオープンさせてもらうぜ。おっとなんかチェーンがあるな。戻すか戻さないのか大丈夫か。行けブラックマジック。ガチで相手テキスト読んでない説あるんだこれ。今多分ブラックマジシャン戻した方がいいと一応。さあどうする。ブラックマジックを打たれたらお前の魔法トラップカードは全て破壊されるぜ。おっと破壊させていただける。なるほどなるほど。無限包容か強いな。まあ確かに無限包容打ちどこねえな1ミリも今モンスター効果使ってねえからな。さあマジシャンズロットを召喚しマジシャンズロットの効果を発動。マジシャンズロットの効果によりこれは無限包容を完全にケアできた。融合かなこれは。クロマジの火を持ってくるぜ。これでフリーチェーンで融合を召喚することによってお前のバウンスは回避させてもらうぜ。バトルフェイス行くぜ。マジシャンズロットでお前のモンスターに攻撃。とりあえずそのなんかなんちゃらっていうモンスターは消えてもらうぜ。行けマジシャンズロット。杖の攻撃、杖ぶん回しパンチ。何を戻す。ほうでは速攻魔法クロマイスのヒゲを発動。クロマイスのヒゲのここ、あ待って、あやべ、あ手札にブラックマジシャンいなかったんだった。これやる必要ねこれやる必要、これ後でいいわこれ。ちょミスった、調子乗って発動しちゃった、まずい。まあでもなんとかなるか。とりあえずブラックマジシャンズを出していこう。ブラックマジシャンと、いやこれ完全にミスった。ちょ後でいい、これ戻されても別にいいもん。完全にミスった。さあまず第1回目のプロミシティング行くぜ。超魔導士ブラックマジシャンズを融合召喚。そしてシルキタスの効果は対象が不在で何も起きなくなったぜ。行けブラックマジシャンガールで攻撃、ブラックバーニング。そしてブラックマジシャンズの攻撃元祖並んだらけブラックバーニングマジックもどき。これで俺はメイン2に入らせてもらうぜ。メイン2、俺は手札より魂の呪文発動。魂の呪文の効果により
デッキトップに置いたカードを実質ブラックマジシャンズがいるためドローできる。だからつまり持ってきてモンスターをなんかデッキトップに置けばいい。これはサルベーションじゃねえか。サルベーションをデッキトップに置き、そしてブラックマジシャンズの効果によりデッキトップを1枚ドローさせてもらうぜ。もちろん今置いたサルベーションをセットはしない。そしてマジシャンズサルベーションを発動。マジシャンズサルベーションの効果によりデッキより A の魂をセットさせてもらうぜ。そして墓地の魂の呪文の効果を発動。このカードを除外しカードを2枚ドロー。つえーこれなっといた方がいいんじゃねえか。さすが三積みしてる甲斐があるぜ。ティマヨスのマナコを発動。ティマヨスのマナコの効果によりブラックマジシャンガールを墓地の送り、ブラック竜騎士ブラックマジシャンガールを特殊召喚。現れよ竜騎士ブラックマジシャンガール。なんて強いんだ。これでターンを終了だな。ターンを終了だ。さあお前のターンだ。いやだいぶやりたい放題できたな。やっぱゴールド大会が一番楽しいっていう説はあるな。これ多分プラチナ行くとなんか止めどころ完璧に分かってるやべえプレイングのやつがいっぱいいて、なんかめちゃくちゃなことされるんでしょう。めちゃくちゃなことされるんですよね多分ね。これ行きたくねえプラチナ隊怖え。なんか洗礼を受けたくねえ。俺は洗礼をプラチナ隊の洗礼を受けたくねえ。俺はゴールド隊でなんかぬくぬくとなんかブラックマジシャンデッキ回してつえって言ってない。してまあ本当ガチ対戦が見たい方は本当申し訳ないですね。あんまりその手札誘発とかそのなんかハカナウララとかバン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 飛ばすようなデュエルはやっぱりその自分のデッキの動かし方を見せれないのであんまりじゃあやりたくなくて、そのなんかこういう動き方するんだよっていうのをフルで見せたいのでできればね。でその上で行ってこいのデュエルをしたいので基本的には。なのでまあちょっとそういう対戦が見たい方にはちょっと僕のチャンネルあんまりかなと思うんですけど、はい、そこだけちょっと申し訳ないですね。さあどうする。考えてますね。時間はたっぷりあるよ。ゆっくり考えな。運命の罰ゲームだぜこれが。何一体何何ガメラだやばい。うぜえ。俺の超魔導士ブラックマジシャンズは破壊された場合ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールを両方とも特殊召喚する効果を持っているが、リリースされたら何もできねえ。誰やお前。ウルターガイストルークエリー誰やねんお前。なるほどな。こいつも召喚権使ったな。ぶち壊せばいいんじゃねえか。召喚権使ったんだったらぶち壊せばいい。竜騎士ブラックマジシャンガールの効果を発動。手札を1枚墓地に送ることによって相手ターンでも発動できるぜ。このカードは表側表示のカードを1枚選択しそのカードを破壊させてもらう。ふん。これが竜騎士ブラックマジシャンガールのパワー。何エンドフェーズ弱いな。さてはてめえ。おいハガお前弱いだろ。ブラックマジシャンを特殊召喚するぜ。俺の切り札に最強の勝負ブラックマジシャン冥界の扉を突き破り蘇れ。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合切り下がりしちゃみの効果チェーン1チェーン1これいいで、チェーン2サルベーションの効果を発動するぜ。この効果によりブラックマジシャンガールを墓地より特殊召喚させてもらう。ちょっと一回ロットは置いといても大丈夫だ。ロットは一回リリースすると対象がなくなってちょっと特殊ができなくなる。サルベーションの効果によりブラックマジシャンガールを特殊召喚。現れよブラックマジシャンガール。そして切り下がりしちゃみの効果では1枚ドロー。そしてさらにその効果の処理後マジシャンズロットの効果を発動。マジシャンズロットの効果によりブラックマジシャンをリリースしこのカードを手札に回収させてもらう。よしなんて強いんだ。俺のターンドロー。こっからは俺は気持ちよく鳴らしてもらうぜ。こねくり回してやるぜ。ちょかっこいい場面作りに行こう。ちょっとサレンダーされるかもしれないけどちょっとごめんね。あのシェフさんシェフオースティンさん本当にごめん。ちょっと今から君には僕の動画の遊び俺の遊び相手になってもらうぜ。先どっちがいいんだろう。これソウルズかな。ソウルズの効果を発動しソウルズの効果により俺はソウルズを墓地に送ることによって守護神官またはブラックマジシャン系のモンスターを墓地に送る。俺は守護神官マハードを墓地に送らせてもらうぜ。そしてモンスターを特殊召喚。現れよ再びブラックマジシャン。よし。そして切り下がりし闇の効果によりカードを1枚ドロー。よし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 。元素の乱れ魔導士きすぎだな。
マジシャンズロットを召喚、マジシャンズロットの効果を発動。マジシャンズロットの効果によりブラックマジシャン系の魔法トラップカードを1枚手札に加えることができる。もちろん魂の呪文を手札に加えさせてもらうぜ。そしてこれガメシエル邪魔だな。ちょっとガメシエル邪魔だからちょっとガメシエル使うか。セレーナかな。魔法使いのモンスターを含むモンスターに対していける。ガメちゃんとガールとブラックマジシャンを墓地に送り、3体のモンスターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れよ、神聖魔皇后セレーヌ。そしてセレーヌがリンク召喚に成功した場合、お互いの魔法トラップカードの魔法カードの数だけなんかすごいいっぱいカウンターを置く。さらに俺は魂のしもべを発動。魂のしもべの効果によりマハードコこれじゃあマハードを送る必要なかったな。マハードコ今からね、世界一かっこいい動きしますからね。皆さん見せてください。俺は墓地に存在する魂のしもべの効果を発動。魂のしもべの効果によりカード、このカードを除外しカードを2枚ドローさせてもらう。そして俺はドローしたカードをお前に公開することによってこのカードを手札から特殊召喚、あらあらの召喚機関マハード。そして神聖魔皇后セレーネの効果発動。神聖魔皇后セレーネの効果によりカウンターを3つ取り除くことによって墓地の魔法使い族モンスター1体を特殊召喚できる。現れよブラックマジシャン。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、マジシャンズサルベーションの効果を発動。マジシャンズサルベーションの効果により墓地のブラックマジシャンガールが再び蘇る。現れろブラックマジシャンガール。師匠の魂を受け継ぎ冥界の扉を突き破り降臨せよブラックマジシャンガール。そして手札にマジックカードティマイオスのマナゴを発動。ティマイオスのマナゴの効果によりブラックマジシャン一体で融合召喚を行う。これが史上最強、俺の切り札、真の切り札、現れよ勇気士ブラックマジシャン。どうだ、あとはブラックマジシャンを出すだけだ。あーちょっとブラックマジシャンっぽいモンスターいねえなアクセスするしかねえ。どけセレーネ、セレーネとちょっと杖どけ、どけそこ。俺は2体のモンスターでリンク召喚、現れろアクセスコードトーカー。アクセスコードトーカーの効果とリンク召喚に成功した場合、墓地のなんかリンクモンスターのリンクマーカーの数かける1000ポイントの打点がアップするぜ。プルルルル。そしてバトルド永遠の魂の効果発動。墓地よりよみがえれ、俺の切り札にして最強のしもべブラックマジシャン。これがブラックマジシャン最強場面。我が名はアテム、冥界よりよみがえりし王の魂は今この地に舞い降りる。再び行けブラックマジシャン、ブラックマジック、行けマハド、敵を蹴散らせ。おりゃいいんだ。1個言っていいですか。めちゃくちゃこねくり回して本当にごめんなさい。